なたやあなたの世界のこと、もっと知りたいな。そういえばそうだね。でもまだ偏りがあるし、もっといろんなことを思い出して今よりもたくさん作れるようになりたいな。そうだ、一つ聞いてみたいんだけど、あなたは私にどんな料理を作ってほしい？少しはできるようになってきたし、せっかくだからあなたの好みも聞いておきたいな。甘いお菓子だね。お菓子ってちゃんと分量を測って分量通りにやらないと失敗しちゃうんだよ。そういう意味では細かい作業が好きな私向きかもしれないね。本当は食べてもらう誰かがいた方が集中できていいと思うんだけど、あなたは端末越しだし、レリコさんにっていうのもなんか変だしって、こんなことを言ってても仕方ないし、今は将来のためにとにかく練習だね。ねえねえ、今度はいつ仮想世界に行こうか。せっかくあなたが来てくれてるのに、部屋でお話ししてるだけじゃもったいないもん。また一緒にどこかに行けると嬉しいな。えへ、嬉しいな。それじゃあ今度行こうね。あ、何か必要だったら言ってね。私頑張って作るから。汚れてたお皿が綺麗になっていくのを見ると洗い物も楽しくなるよね。頑固な汚れに対しては特にそう思うよ。まあ頑固すぎるのだと洗い終わった時に疲れちゃうけどね。耳鳴り、これって疲れてる証拠だよね。たまには早く寝た方がいいかな。今日は湿気が多いのかな。ちょっとベトベタする気がするよ。今日もちゃんと見てくれてるんだ。自分で作るのは大変だよ。でも真空管の淡い光ってすごく好きなの。それを楽しみにしてたからかな。作ってる最中はすごく楽しかったの。それじゃ早速光らせてみるね。えい、うん、この光だよ。この淡いオレンジ色の光、ちょっと頼りない感じで今にも消えちゃいそうなんだけど、見てるとすごく落ち着くの。もう作るのも慣れたし、これからは時々これを作ってのんびり眺めたりするのもいいかもしれないね。何もしてないとつい考え事したりぼーっとしたりしちゃうんだけど、たまに考えを巡らせるのも大事なの。まあそれでぼーっとしたら意味がないんだけどね。あなたがいない生活ってもう想像もできないよ。これからもずっと私を見ててほしいな。字をうまく書くのは難しくないけど、絵をうまく書くのってすごく難しいよね。
紙とペンを使うのは同じなのに、どうしてこんなに難易度が違うのかな。そういえば、落ち葉で焼いて作る美味しい食べ物があったよね。何を焼くんだったかな。お肉系じゃないのはわかるんだけど。どうしたの？撫でられるの好きなの。もしかして私の髪の虜になっちゃった？ちょっとだけくすぐったいね。撫でられるの好きなの。もしかして私の髪の虜になっちゃった？そろそろ仕事に戻るよ。それじゃあまたね。はーい。ちょっと待ってね。今そっち行くから。どうしたの？うん、いいよ。私も同じこと考えてたの。それじゃあ行こっか。あれ？今日は誰もいないみたいだね。もしかしてお休みの日の学校に来ちゃったのかな。二人きりなのはいいけど、ちょっと寂しい気もするし、出直そうか。私？そんな、私なんて見ても全然楽しくないよ。もっとってどんな感じかな。こうして見た方がいい？少しはよく見えるようになったかな。でもいろいろ操作し、なんだか先生に褒められてる気分だよ。もっと撫でてほしいな。頭サワサワされるとなんだかいけない雰囲気になっちゃうかも。痛っ。先生ごめんなさい。年上の先輩に褒めてもらってるって感じでちょっと照れくさい感じだよ。なでなでされると嬉しいよね。でも実際はあまりなでてくれる先生っていないよね。なんだか先生に褒められてる気分だよ。もっとなでてほしいな。実際に学校に通ってて、そこでこんなことしてたら絶対にクラスのみんなから冷やかされちゃうよね。仲良しカップルとか夫婦とか、そういうのちょっと憧れるかも。あなたとは何度も手をつないでるけど、いまだにドキドキしちゃうの。でも
これからもずっとドキドキできたら私は嬉しいな。なんだか手をつなぐだけでドキドキしちゃうね。そろそろいいかな。なんかすごく恥ずかしかったよ。でもあなたと長い時間一緒にいられてちょっと幸せだったかも。到着。今日は楽しかったよ。また一緒に行こうね。どうしたの？そろそろ仕事に戻るよ。それじゃあ、またね。採取する材料はこれでいい？うん、任せて。準備ができたら行ってくるね。ねえ、少しだけいいかな？ごめんね、忙しかった？今からちょっとお出かけするから、そのことを伝えておきたかったの。なるべく遅くならないようにするから、心配しないでね。それじゃあ、行ってきます。Thank you.
たよりも時間かかっちゃった。ねえねえ、ちょっとだけいいかな。わあ、お出迎えしてくれるなんて思わなかったからすごく嬉しいよ。と、その前に、ただいま。待っててくれてありがとね。今回撮ってこれたのはこんな感じかな。それじゃあ荷物の整理するから戻るね。なんか体が重いよ。いつもより早いけど、お風呂入って休もちゃんと体の隅々まで綺麗にしないとね。あ、エッチな想像とかしちゃダメだよ。覚えてないけど、スポーツ観戦って私もしたことあるのかな。スポーツするのは苦手だけど、見て応援するのは楽しそうだよね。もっと大勢の人がいるところで生活したいって前は思ってたの。でもあなたがいてくれるならずっとここで生活するのもいいかな。最近目の前が霞む時があるの。疲れてるのかな、それともとうとう視力が落ちたとか。そろそろ寝ないと。もう消すね。おやすみなさい。明日もいい一日になるといいね。お話はまた明日しようね。どうしよう、まぶた重くなってきちゃった。
んの撫で方がすごく優しいからだよ。もっとお話ししたかったのに。なでなで気持ちいい。おい、どうしよう、まぶた重くなってきちゃった。おい、気をつけて。